パッチパネル、パッチパネル、あるいはパッチボード、あるいはパッチベイ、あるいはジャックフィールド、とは、コネクタのジャック、メス側を多数配置し、回路の選択を容易にするパネル、ボードである。一般に、パネル前面に多数配置された、ジャックの穴に、何らかの機器から伸びたケーブル、イコール、パッチケーブルの、プラグ側を、手で差し込む。日本語では、パッチ版とも呼称される。 近年のものは通常は19インチラックにマウント可能なサイズに作られている。パッチパネルを用いるとスイッチ装置を使わずに簡便に電気回路を構成させる配線を多数選択肢の中から選択できる。これによって、例えば通信回線などの選択や変更が容易になり、運用や保守が容易になる。利用例の一つに自動電話交換機以前の手動の電話交換台が ある。手動電話交換台では、交換手は、パッチパネル、イコール、交換台の前に座り、管内からの発行あるいは、代表回線への寄附を受け、発信側からの要求、この電話を番につないでくださいなどといった、要求に応じ、求められた接続先、回線に対応するジャックにラグを差し込む、というものである。パッチパネルは、一般に、各種機器の相互接続を、 それなりに頻繁に変更する必要がある場合に使われ、例えば電話交換機、電話やデータ通信、また、各種音響機器、スタジオや録音スタジオの音機器、初期のアナログシンセサイザーや映像機器、放送局、放送スタジオ機器などで使われている。コネクタの形状も様々で、前面と後面で違う形状になっている場合も多い。後面が複合型コネクタで、 前面が個別のコネクタの場合、ブレイクアウトボックスとも呼ぶ。例えば、DB25 コネクタを8チャンネルの平行接続オーディオで使用していて、これをブレイクアウトボックスで変換して、前面には8個の XLR タイプコネクタやフォーンコネクタを配置する場合ある。パッチパネルは、その柔軟性から各種電気回路、DC、VF、グループ、同軸、 平行接続、デジタル信号回路などのルーティングや復旧に使われる。パッチパネルは、規格の変換にも使われ、一つのパネル上に、様々な形状のコネクタを配置することもある。電話及びデータ通信では、パッチパネルとして66ブロック、110ブロックといった、パンチブロックがよく使われる。これは導線を素早く配線できる、絶縁変異コネクタを並べたもので、 通常のコネクタではない。音響関係では TRS フォーンコネクタを全面に並べたものが今もよく使われている。最近ではルーターを使った実装もあり、各種コンフィギュレーションを即座に切り替え可能になっている。パッチパネルはルーターの物理的バックアップとして依然として存在していることが騒。ビデオ用パッチパネルは SDI シリアルデジタルインターフェース。 HDTV、アナログの手動ルーティングに必要とされる。この用途のコネクタには様々なものがあり、隣接する短子間を接続する U-Link と呼ばれる器具もよく使う。通常、パネルの上から下に信号が流れていくような配置になっていて、背後でそのように接続されている場合もあれば U-Link を使う場合もある。経路は必要に応じて変更可能である。 このようなパネルはドルビー5.1チャンネル音響信号でも使う。音響用パッチパネルも信号は異なるが似たような原則に従う。音響信号にはアナログ、またはアイス、エブ、デジタルがある。ケーブルやコネクタはアナログでもデジタルでも同じものが使えるが、アナログの場合には、同晶信号除去のための三線並行システムが必要になる。パッチパネルには、 フルノーマルとハーフノーマルと呼ばれる区別がある。ノーマルとは、パネルの上と下のジャックが背後で、相互接続されていることを意味する。ハーフノーマルの場合、出力側のジャックに接続しても、上下の相互接続はそのままで、信号は下にも流れ、入力側のジャックにも接続した場合は上下の相互接続が切れる。一方、フルノーマルでは、上下どちらかに接続しただけで、 相互接続が切れる。用途によっては、専用スイッチング装置が、パッチパネルの代替になる。スイッチング装置はボタンを押すように簡単にルーティングを変更でき、信号を同時に、複数の宛先に送信するなど、パッチネルのような利点を提供できる。ただし、パッチパネルに比較すると効果である。例えば、S 端子16個のパッチパネルと8本のパッチケーブル。 8入力、8出力で約300ドルになる。これと同じ規模、88の S 端子スイッチング装置は2000ドルから4000ドルになる。ただし、後者の方には付加機能がある。音響やビデオ向けのスイッチング装置も各種ある。ただし、パッチパネルの代替となる装置は若干特殊である。他にもケーブルテレビ、電話、ネットワーク、 電力など様々な用途のスイッチング装置がある。スイッチング装置は電子式、機械式、電気機械式がある。コンピュータその他の外部機器から制御できるものもある。自動化され事前設定された運用が可能なものもある。デジタル信号の場合、コンピュータ上のソフトウェアで同等の機能を提供するものもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。